ピカ光ってとっても大きいわ。っていうか周りの景色すごすぎない？色とりどりのイルミネーションが街を彩って、まるで知らない街に迷い込んだようだよ。すごくロマンチックな景色だね。お客さんもたくさん来てるみたい。ステージ頑張ってくださいね。私も皆さんの活躍を見守っていますから。ええ、シャーリン楽しんでいってちょうだい。さあまずは大道具を舞台にセットしよう。その後は軽くリハーサルを済ませておこうか。だね。ミッシェルが来る前に準備を済ませるよ、みんな。はーい。衣装以外の荷物は先に会場に送ってたんだよね。はい、あったあった。多分そこのシートをかぶせてある荷物がそうだと思います。みんなで描いた背景の書き割り、早くお客さんにも見てもらいたいな。あれ？どうしたの、はぐみ？これ、はぐみたちの書き割りじゃない。会場のあちこちにある光の祭典の看板だよ。え？小道具を入れた段ボールも中身が違うみたい。イベントで使う備品か何かが入ってる。おや、これは不可解だね。冷静に言ってる場合じゃないから。っていうか、私たちの荷物はどこ？もしかしたら、他の荷物に紛れてしまったのかもしれません。え？ごめんなさい。私の責任です。皆さんの荷物はしっかり管理していたはずなのですが。ううん。シャルロットちゃんのせいじゃないよ。これだけ大きなイベントだもん。荷物が混ざっちゃっても仕方ないよ。ねえ、シャーリー。私たちの荷物がどこに行っちゃったのかわかるかしら？うん。多分、あそこにあると思うんだけど。ああ。すごい。荷物がいっぱいある。ざっと見積もっても、シートをかぶせられた荷物が100。いや、それ以上はあるね。この中に私たちの荷物があるの？ここで会場で使う備品や出演者の方々の荷物を管理しているの。だから皆さんの荷物もきっとまだここに。そう、ありがとう、シャーリー。じゃあ早速荷物探しを始めましょう。なんだか宝探しみたいでワクワクするわ。いや、全然ワクワクはしないけど。っていうか、どうすんのこれ。本番まで時間がないっていうのに、この中から探し出せる？見つけられたとしても準備の時間も必要だし。どうしよう、間に合うかな。本当にごめんなさい。私がもっと注意していれば。なんてね。大事な荷物なら手元に置いておかないと。私に預けるなんて本当に愚かな人たちですこと。さあ、追い込まれて焦る顔を見せてちょうだい、鶴巻心。この中から探すか、それとも別の方法を考えるか。代わりになるものとか用意できないかな。書き割りの代わりになるものって、なんだろう。もう一度、みんなで書くのはどうかしら。いや、その時間はちょっとないと思う。波乱に満ちた舞台だね。これは楽しい舞台になりそうだよ。